こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日はどうしました？いやいや、これすごいな。1日平均3時間聞いてると。まだ今日の回数を言う前に先生が笑ってましたが、今日は357回お届けします。改めまして先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう先生がすでにすごいと言ってたので、どんな質問なんでしょうか。20代の方からです。いつも素晴らしいお話ありがとうございます。現在28歳北海道在住の男です。以前50代の父の経営する水産加工会社、年商3億程度、従業員パート含め20人程度に3年ほど勤め、一度辞め、今はトレーラーの運転手で1日平均3時間石原さんのポッドキャストを聞いています。いや、ありがとうございます。嬉しいですね。運転中今日も聞いてるみたいな。ぜひとても幸せな運転時間をありがとうございます。すごいですね、いろんな環境でみんな聞いてます、そんな時に父から水産加工会社に戻ってこいと言われ、11月に戻ることになりました。いずれは父の後を継ぐ予定です。そこで質問です。今後の水産業界の行く先と、少ない情報ですが、このような場合の注意点をご指摘いただければ幸いです。早川君、自分がこれだったらどうするの？この彼だったらってことですか？そうです。その水産加工会社を継がなきゃいけないんだよ。もう継がないっていうのはなし。継ぐ、うん、どうですかね。もう水産加工会社ってことは、なんか缶詰作ったりとか、そういう加工食品作ってるってことですよね。でもなんかそのまんま水産加工会社、水産業のフィールドにそのまんま普通の乗り方はなんかしない感じはしますね。すみません、ちょっと抽象的ですけど、何か、まあちょっと僕はその業界そんな詳しくないですけど、なんか結構厳しそうかなっていう、その業界一般のイメージとしては厳しいだろうね。それこそね、まあ、天候不順とか後継者不足なんかもあって、まあ、まさにこの方も後継者ですけど、あとね、やっぱり風評被害なんかでも結構苦しんでたりとかもあったりとか、まあ、いろんなこと考えちゃいますよね。あとその、いろんな雇用の形態だったり、その賃金体系とか、いろんなの調べてもかなりきついですよね。なので、何か生かしつつ掛け算するか、こうエッセンスだけやってちょっと変えるみたいな、ちょっとすいません抽象的ですけど、なんでそのまんまっていうのはちょっとないかなっていうのは。この人がこの状態で経営勉強しようっていうか、経営者になるためには何をやんなきゃいけないかっていうと、一つは会計を覚えておかないと多分とんでもないことになるね。小さい会社なんで、会社を発展させるっていうよりも潰さないことをしなくちゃいけないんですよ。で、潰さないことをするためには何と商売は戦ってるかっていうと、これは経済と戦ってるので、会計業務が自分でちゃんと分かるっていうことがすごく重要で、ここをやった方がいいですね。まず大前提として、そうプラスそれをやりながら同時に勉強できることが一個あって、それをするとすごくいいと思うんだけど、これ何だと思います？同時に勉強すること、会計を勉強するときにこういうふうに会計勉強したらいいっていうふうにもあるんだけど、会計、そのなんかマネースめっちゃ可愛いね。ああ、そうなんですよ。ちょっとある人から最近教えてもらって、これ全然関係ないですけど、最近マネースのさ、売り上げすっごい伸びてるよね。すごいですね。右肩上がりで 200% とかいってる。あ、やっぱそうなんですか。そうなんかね、書かない時代って言われてますけど、すごいいいです。しかもこれ厳密に言うと万年筆じゃなくてカリグラフィーペンなんですよね。何？カリグラフィー。万年筆と違うのこれ？多少そのなんて言うんでしょう、タッチが違うというか、まあまあ大差ないですけどね。ただこれ中身を、これ多分大手のメーカーどこだっけ、パイロットが出してるやつでものすごい売れてるんですよ。これ色が20何色あるんですよ。赤いよね。そうこれ、なので最近ちょっと使ってるんですけども、これ興味ある方はチェックしていただければと思います。僕万年筆、あ、初めて見ました。失礼します。わ、すごい。1日に1回は万年筆使おうかなと思って。一瞬書いてもいいですか？あ、全然いいですよ。あ、違うわやっぱり。あ、本当？これどこまでですか？結構有名なところなんじゃないですか。これまたグラフボンフェイバー、すいません、多分超有名なかもしれないですけど、僕が間違って発音してる可能性が高いです。フランスとかかな。これドイツだね。あ、ドイツですか。はい、高いですこれは。あんまり先生使ってるイメージないんですけど、イメージなくはないけど初めて見た、そう、どういう時に使ってるんですか？いやいや、いろいろメモしたりとか、メモっていうか、メモしない先生がアイデアをなんかちょっと書くときとか、セミナーとかは。ああ、そうか僕必ず手書きをするので、これで出してますね。はい、
すみません、はい、脱線しつつありますけど、何でしょう、はい、会計を勉強しながら同時に身につかる、そうよ、思考する時間を与えた、そうそう、はい、すみません、全然油断してます、はい、そのカリグラフィーペンのこと考えてたんですけど何言ってんだよ、会計を違うじゃん会計を学びつつ一緒に学ぶこと、学べることです。じゃあ会計を使って学べることってことですね、違う視点 で会計を勉強するときにこういうふうに勉強したらいいんじゃないですかっていう、これは何かっていうとね、はい、全然出ないです。世の中は僕よく 3% クラブの人に言うんだけど、はい、世の中は自分のためにお金を出して実験してくれてるんですね、はい、でビジネスをする上ですごく重要なのは、うん、マーケティングを作ることなんだけど、うん、マーケティングを作るときに絶対やんなきゃいけないのはリサーチなんですよ。はいはいはい、うん、でリサーチしたらいいよね。会計を学びながらリサーチする、うん、それは何かっていうと、うん、同じような水産加工会社、はい、山ほどあるんだよね。この山ほどある水産会社加工会社の中で、うん、自分の規模で目指す会社を作るでしょ、うん、はい、でそれの会計情報を見るんだよね。あ、ちょっと全然違うかもしれない、うん、で会計から例えば人件費がいくらって言ったらさ、だいたい分かりますよね、うん、人数分かったりホームページとか見たらさ社員数とか出たりとかしてるじゃん、うんうん、ってことはさ勝ち組企業はさどういう仕事を何人ぐらいでやってて、うん、例えば利益率どんだけ出してるかみたいなことっていうのが見えるでしょ、うん、そうですね、うん、でそれしながら儲かってない例えば業種なのになんで儲かってんのっていうことが分かったりとかすると、うん、実は非常にいいんですよ、うん、そうですね、まあ、逆にこの方のお父さんの会社もね年商3億で従業員パート含め20人程度だと、じゃあそれがどういうことなのかっていうのを比較して分かるようになりますよね。そういいのか悪いのか、うん、だからみんなが自分と同じ水産加工会社やってるわけじゃないっていうことに気がつくとすごくよくて、うん、確かに一言で水産加工業界っていうとね、うん、かなりなんか分からないですけども、うん、それで具体的に数字で比較していくと全く違ってくるものが見えそう、うん、例えばその最近メールマガジンの Q&A が質問がこう込み入ってくるんで1回の回答ではできなくて、はい、この間なんだっけな、先々月ぐらいからずっと続きで6回シリーズで回答を書いてたんだよ、うん、これ本になっちゃう長いのかと書いてこの間3% クラブの勉強会で、はい、事業の人の質問でどうやってビジネス作ったらいいのかって、はい、その Q&A だけを別にファイルにしたっていう人がいたけどさ、てかもう別のメルマガになりそうですね。で、まあ、それは何かっていうと、うん、まあ、僕はコンサルっていう仕事してるけど、コンサルって実は100通りぐらいのやり方があったりとかするんですよ。うん、だから誰を顧客にどういうものを持ってる人がどうサービスするかっていうことを規定したときに、うん、はい、ビジネスのはめ方が全然違うっていうとこから行って、うん、ちなみに僕はコンサルやるときにこんなふうな思考をしてこんなことやって、うん、まあ、自分のことを具体的に書いちゃったんで、はい、めちゃ長くなって過去最高6回にわたる回答それはすごいですね。あ、面白いよ。また皆さんねバックナンバー読めますよね。そう読める、うん、みたいなことで、おそらく水産加工会社も、うん、自分と同じことみんなやってるっていう想定しながらやってるわけ、うん、でなんでこんな大変なんだろうな、だけど違うと、うん、大変じゃない会社はそんな水産加工のやり方してない。水産加工でもこの分野でこうやってる、しかもそれ誰も気づいてないからそこが儲かってるみたいなことがあったりとかするから、でもこれだけ数があるでしょうか、いる、うん、あるでしょうね、うん、そういう会社で。ビジネスの読み解き方っていうのは、うん、ホームページ見ながら、うん、そこの会社の情報を取るっていうのと、もう一個は、はい、後ろ側で会計情報から見るっていうやり方があって、うんうん、その会計情報をベースにして本当に儲かってる会社、いや水産加工だから特に言ってるのは、はい、これ儲かんないからねこれ、うんうん、だからさっき言ったみたいに潰れないことを考えなくちゃいけなくて、うんうん、潰れないっていうことは何かって、お金の使い方が分かる、うん、生かし方が分かる、貯め方が分かる、使わなさが分かるってことなんで、そっちから行きながら、うん、つまんないからそれだと、うん、そうするとうまくいってる会社がどうやってるかっていうのを調べてって、うん、そっから逆にビジネスモデルに戻った方が実はいいんです、ね、そうか、運、なんかいろいろねひねってアイデア出すよりも、うん、そっちの方がよっぽど合理的というか、だって同じような人数で、うん、なんでこんな利益3倍も違うのって、何かが違うからってことですもんね、うん、そうそう、確実にそうってことは、水産加工という型盛りの中で全く違うことをしてるからそうなってるんですよ、うんうん、そうやって読むと面白いですね、会計情報数字も、うんうん、なんか一回こうリサーチとかビジネスの読み解き方って今キーワードありましたけど、なんかそれだけでもまたプレミアムとかね、
そう、なんか話聞きたいですね、うんうん、ということで参考に多分めちゃめちゃなったと思いますが、今頃この方どちらを走ってるんでしょうかね、うん、これ聞いてるとき、はい、今日も聞いてね、はい、またぜひお便りください。今日は第357回でした。石原先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。